いらっしゃいよ、ナイズです。そして、どうぞ、ドズルです。よいしょ、やってまいりました。ということで、ドズル劇やってまいりましたと今日またなんかあれですか、いつものやつですか。いつものやつを。あ、いつものやつを。まあ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 、というのも、はい、いつもみたいに バリバリのバリバリのバリバリの感じではなくて、あ、ちょっとバリバリじゃない、昔ものことをなんか親しみつつ何昔のことを思い返しつつね、まあ、思い返しつつ、はい、まあ、こんなにもドズルさんちょっと変わってしまった。え、なんすかそれ、どういうことですか。まあ、はい、ドズさんのクラロアの YouTubeの、最初に上げたデッキで、あ、なるほどね、プレイして、はいはい、まあ、ドズさんにはちょっと、まあ、普通に、まあ、覚えるよ、まあ、絶対勝てないですよ。でも僕が一番最初に上げた動画のデッキで戦うってことですね。そうそうそう。はいはい、なるほど、なるほど。ということで、いきたいと思います。見るんですか、今から。見るっすよ。もちろんっすよ。見る必要ないじゃないですか。挨拶から、挨拶から見ますか。音声わかんないんで。で、2、3年、3年ぐらい前。書きます。あそこで行きますか。ついてるかな。あれ？はい、というこういうスタイル、こういうスタイル、こういうスタイルです。こちらの方を遊んでいきたいと思います。恥ずかしい、恥ずかしい。これでもチュートリアルでしょ。そうなんですよ。でも、はい、もうさっき見たんで、あ、いい感じのところなんで、うん、10秒ぐらいですね。買っておきますので、わかんないな。で、これでデッキが映るんですよ、パッと。あ、なるほど、なるほど。これなんですよね。あ、ちょっと待った、ちょっと待った。マスケットクラクラに流されすぎじゃないですか。確かに確かに。いや、この時だってもう本当クラロは初見だったんで、まあ、確かに確かに難しいです。はい、ってことで、まあ、実を言うと7枚しかないんですよ、ね。はい、あ、初め8枚をゲットできなくて、はい、7枚しかない。7枚しかない、はい。まあ、1枚だけちょっと自分で組みでちょっと、僕はそれもう見ない感じ。見ない見ない。 OK です OK。 いや、最初はね、はい、絶対ジャイネクなんですよ、おそらく。うん、まあ僕の予想ですよ。甘い。本当にジャイは絶対入ってる、間違いない。まあまあまあ。あとマスクイーン、マスクイーン入ってる。マスクイーン入ってる。マスクイーンはまあ。マスクイーン。マスクイーン。マスクイーンはまあ。はい。まあ定番で入ってますわな、マスクイーンは。いやー、これもう勝ちに行っていいんですか、その大人げなく。全然来てください。本当にいいんですね。いや、もう余裕ですもん。絶対だってザップもないですもんね。まあマスクイーンですからね。マスクイーンですから。ザップがない説が濃厚なんですよ、僕の中で。矢鍋あるっすよ。え、矢鍋あるっすか。いや、大丈夫です、大丈夫です。矢鍋ごと記事は。もう一回マスクイーンので曲組みちょっと待ってよと。いや、絶対これ処理できないんだよな。え、5とかってありましたっけ、一番最初。それ言えないっす、ね、言えないな。トルネードとザップは絶対ないっすよ、最初から。トルネードそもそも途中から出てきたし。なんで、あ、もう勝ちましたね、余裕。またそうやってよ余裕です。1枚どうしようかな。もう勝ちました、はい。いやー、迷うな、僕も。まあまあまあ、あれにしよう。 OK です、 OK です。あ、そっか、1枚何でもいけるんすもんね。はい、いつでもいきます。 OK です、お願いします。よいしょ、よいしょと。どうもです。お願いします。お願いします。さあ、始まりました。これでライクパイセンが1枚のシークレットカードを何を入れてるかで、はい、まあ、だいぶ難易度が変わってきますね。そういうことですね。なんで来るかな。どうせペンカードじゃないですか。いや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 、甘いと。甘い。甘い。ああ、インフェルノ系か。ああ、いやいやいや、甘いと。甘い。まあ、言わないですよ。言わない。おっとおっと。はいはいはい。まあ、まあ、一番最初の方はね。まあ、ナイトという可愛いカード使ってますが。はいはいはい、マスクイーンね。マスクイーン来てますよ、はい。マスクイーン。結構最近強いですよ、マスクイーンが。よろしくと。さあ、これですよ、これですよ。これでね、ライクパイセンが残り1枚で、さあ、ジャイからの。あー、なんだよ。いや、これはもう、勝てましたね。勝ちましたね、これは。え？やめてよ。あれ、ライクパイセン、なんか弱くなりました？オッケー。これは行くか。あー、縦線これ入れましたよね。え、違うですよ。あ、縦線初めから。はい、マジか。え、何入れたんですか。まだ出してない。まだ出してない。まだ出してないんだ。マジか、縦線ってそんな昔から生息したんだ
え、なんかちょっと中盤の感じしますね。いや、甘いんじゃないですか。甘い、本当にさすがに甘い。2年前のことだから忘れた。マジか、まだシークレットあるのか。なんだろう、まあ、とはいえね、それは甘いじゃないですか。本当に、はい、どんどん、やばいやばい、大丈夫か、追い越さない、追い越さない。うちのマスクイーン強いんだマスクイーン、マスク、いやでもこれね、ライフパイセンかなりきつそうですね。あ、ファイボー、ファイボーは元からあった。ファイボーはもともと、なんだ、1枚シークレットまだ出てない。はいはい、最後ね、ライトニングとか、いや、ライトニングじゃないな、なんだ、ライドラン、マジアチョ、わかんねえ。まあ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 、なるほど、はいはいはい、シビ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 、ジャイそっちまあ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 、いやー勝ちてえな。いやーちょっと待って、雲行きが怪しい、雲行きが怪しいけど、怪しい怪しい、ここで来るか来るか、まだ来ない。うわー、ダブリダブリダブリ、なになになに、おーっと、これを止めて、いていて、あ、ちょ待って、やばい、負ける負ける負ける、嘘嘘嘘、え嘘だいや、ちょっと待って待って待って、今のは雑魚だった、今、いや、やっちゃった、待って待って待って、ちょっと待って、タイム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 、やっちゃった、って、今のは、あ、もう、あ、もう、あ、もう、今のはちょっと雑魚すぎた。いや、もう、今のはね、ちょっとね、忘れてください、忘れてください、皆さん。くそー、なかったことにはなんねえかな。ちょっと待って、シークレットまだ出してなかったですか。縦線っすよ。あ、縦線しよ、いや、だから思ったって絶対いないもん、縦線とか。びっくりした。ちょっと待って、もう一回、もう一回、ワンモア。どうしよっか。いやいや、これはもうちょっとワンモアせざるを得ないっす。せざるを得ない、せざるを得ないっすね、今のは。OK です、OK です。お願いします。はい。今の負けちゃうか。負けちゃダメだな。負けちゃダメっすね。しかも、はい、ぬるっと負けましたから何事もなかった、何事もなかったかのように。なんかね、ライクチャンネルでの勝率がね、低いんですよね。アウェーですか。アウェーだから、そうやっぱアウェー勝率にかかってきますね。よろしくと、だるめですね、だいぶ。これもうだいぶ、はい、もうほぼ勝ちまでありますね。甘い、はい、ニアリーイコール勝ちみたいな。ほぼ勝ってます。はい、どうもです。出た、すぐそうやって。はい、これ勝ったなぁ。いや、どうしよう。うわ、出た、シークレットカエルパティン。いやー、あれ本じゃない。いや、めんどくさいよ、めんどくさい。あ、外れろ、あー、くそー、やりよるライドラ、これよなー。いけ、頑張れ、うわー、めんど、強い、ちょっとだけ、ちょっと強め。いや、でもレイジ状態のメガゴが、いや、マジか。まあ、イーブンチックな。いやー、結構押されてんな。おかしいなぁ。だってライドラか。オッケー。つまり縦線はいないと。これは、いやー、5R あるだろ、5R あって、で、ライドラで処理してくるよ、おそらく。ライドラ対策のベリードラ。お、矢の飴、矢の飴、さっき使ってなかったのに。シークレットカード。オッケー。はい。おいしい。これはいける、これはいける。やばい。はい、どうもです。さらには、ここ後ろから、プレッシャーをかけつつ、ここよな。ライドラが厄介である。
ボンバー来て、そう、うまい、これはうまい。ドズル選手、オッケー、ナイス。さあ、ワンチャンあるか。いやー、強い強い強い。うわ、ライドラがどっこる。最悪最悪最悪。待って、さっき見た見た、この光景。デジャブデジャブデジャブ。あれ、よし、止めた、オッケー、止めた、止まって止まって、はい、よし、ふぅ、後ろからか。ここはちょっと抑えつつ、いやー、これ勝ちてぇな。やばいやばいやばい、嘘嘘、来る来る、いやー、これよ。さあ、ファイボ来るか。ファイボ来て、やべ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 、ホップスホップス、オッケー、行け、みんなみんな行け、よしよしよし、行け、よし、ないかないか、ワンチャン。いやー、ちょっと待って、あれマジで、いやいや、あれじゃない、あれあれではない、こういうこと。ねえ、間に合うか。やだ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 。あれ、なんだ、さあ、写真だけでも勝てた。なんだなんだ。あー、なるほどね。なるほど。くそくそー、なるほど。3年の前から俺は変わってね。3年前のデッキに勝てない。ダメだ、終わった、終わりっすか、終わりました。もう自信喪失した。ライフパイセンとはもうね、ちょっとダメですね。3年前の、マジか、これちょっといろんな方向から屈辱が屈辱が刺されてるな最近。はい、ということで今日ちょっともうしゃべる気になる、しゃべる気になる。もう一戦いくんや、もう無理、もうこれは無理、負けるもんだって。これは無理ですわ先生。いや、ってことで、つえなぁ、ってことでですね、つえなぁ、はい、ってことで、まあ今日はね、ちょっとこんな結果になってしまって、やっぱドズルファンの皆さんにはちょっと申し訳ない。思ってないでしょ。それ思ってないでしょ。はい、まあ思ってるんですけど、まあ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 、いやー、ちょっと不甲斐ねえな。ライフパイセンとコラボした日の夜なんか眠れないですよ。クソって思って、はい、ってことでですね、はい、まあこんな感じで終わっちゃったんですけど、またね、まあ程よい、まあこのくらいのね、ハンデのもの、そうね、うん、これで勝てんと嘘ですもんね。正直、そういうことです、はい、頑張ります。ということでね、まあこんな感じでまたね、やっていきたいと思います。お願いします。まあこれ今日4本目で、あ、結構取れました、結構取りましたね、土井さんの方で2本と僕の方で2本取らせていただいたので、まあぜひね、そちらもね、チェックしてみてください。お願いします、はい、ということで、俺もあれ、そうだ、最後のさんのせいで、忘れたんすよ、最後の忘れたんすよ、俺終わり方忘れた、終わり方忘れるとかありえないでしょ。ヒロキさんが、はい、なんかもう始めと終わりを統一しないんですよ、なんか言ってますよね、最近ハマってますよね、彼はその最初で始まったりとか、終わりでちょっと毎回このバリエーションを出すみたいな、はい、エンターテイナーなんでちょっと影響されてたんで、毎回変えていこうと、毎回変えていこうと、いいいい心がけだと思う。ということで、よし、それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。それさっき言ってませんでした、それさっき言ってませんでした。毎回変える、それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。